皆さんこんばんは、ゆっくりマリサです。皆さんこんばんは、ミラーマンです。今度は割とメジャーなやつできたな。朝焼けの山手線に立つ影は、ちょっと歌詞が違う。ミラーマン、そっちかよ。今だ、手鏡を使え、股の下だ。うるせえバカ。ところで、前回は第一次世界大戦がグダグダになって収拾がつかないところで終わったわね。それで両者謀略戦を始めるんだが、イギリスにとって頭の痛いことにオスマン帝国が同盟側で参戦してきたんだよ。相手は瀕死の病人オスマン帝国だろ。何が問題なのさ、英国ならそんなの一ひねりだろ。ところがイギリスもドイツ相手でいっぱいいっぱいだからな。その上オスマン帝国はイギリスインド間の通商を妨害できる位置にあるし。大変、インドからお茶が入ってこないと。クソまずい飯に耐えられなくてイギリス人が死んじゃう。まあ、お茶がなくてもイギリス人は死なんがな。英印間の通商はイギリスにとって死活問題だからな。速攻でえげつない謀略を仕掛けたぜ。謀略ってなんさ。まず、アラブ文化に詳しいイギリス人を使ってオスマン領内のフサインというアラブ人をそそのかして、アラブ人の独立運動をけしかけたのさ。アラブに詳しいイギリス人っていうとこんな感じかな。それはアラブじゃなくてザラブだ。そんな変わったコスプレするイギリス人がいるか。イギリスが使ったのはローレンス・タイという男だ。民族対立を煽って政権を内部崩壊させる手だな。それぐらいでえげつないとか言ってやるなよ。そりゃ独立そそのかして、そこの土地そのままアラブ人にくれてやるなら、いいのだがイギリスには頭からその気はない。どういうことだ。アラブ人の土地は石油が出るのはこの頃には分かっていたからな。スエズ運河の利権を手放したくないイギリスはフランスとサイクス・ピコ協定という秘密条約を結んで、戦後はオスマン帝国からアラビアを分取ってフランスと山分けする気だったんだ。なんだよ、ピコっていい大人がそんな名前つけるなよ。大人とか関係ないから、頼むから斜め上の方向に反応するなよ。それだけでもアコギなのに戦費が苦しいイギリスはユダヤ財閥系に戦費を協力してもらうためにバルフォア宣言なるものを出して、パレスチナとエルサレムの周りの土地をユダヤ人にあげるって約束したんだよ。インチキ教材の訪問販売みたいなことしてるのねー。何にも知らないフセインはフセイン・マクマホン協定を結んでオスマン帝国のダマスカスに襲いかかるんだけど。どうなったの？サイクス・ピコ協定に基づいて出てきたフランス軍に戦後追い出されてしまったぜ。アラブ人は何のために戦ったかわからないわねー。戦後、ロシアで起こったユダヤ人迫害ポグロムを逃れてきたユダヤ人たちがパレスチナにやってきてイスラエルを打ち立てるのさ。利用された挙句に国境を英物に好き勝手に引き回され、利権を奪われ、ユダヤ人にパレスチナを取られたんじゃアラブ人としては納得いかないわねー。それが今に続く中東問題の根源なのさ。面白いことにアラブ人がオスマン帝国を倒したメインの作戦は鉄道テロによるゲリラ戦だったんだぜ。さてドイツの謀略はとんでもない怪物をロシアに送り込んでロシアを内部崩壊させることだったんだぜ。とんでもない怪物、カラカサお化けとか一つ目小僧とかそんなんか。そういう系統を送り込んでどうするつもりだよ。ロシア皇帝がびっくりして夜中トイレに行けなくなるとか。ロシア皇帝は4歳児か。恐ろしい怪物というのはこいつだよ。うおう？レーニンか。確かに恐ろしい怪物といえば怪物だが、なんでドイツが関係してるんだ。スイスのチューリヒに亡命していたレーニンを極秘列車でソ連領内に送り込んだのさ。それ以前にもドイツはボルシェビキを資金援助していた。すでに体力を使い果たしてボロボロになっていたロシアは1917年にレーニンの前にブルジュア資本家の2月革命が起こっていたんだが、レーニンはさらに世界初の社会主義革命、10月革命、いわゆるロシア革命を起こして、革命騒ぎと内戦でロシアは戦争どころではなくなった。大変なことになってきたわねー。レーニン主導で同盟側とブレスト・リトフスク条約が結ばれて、ロシアは大戦から脱落。これはドイツ大勝利の予感。一気に軍を西部戦線に向かわせるのだぜ。イギリスはもう一枚上手を行くのよ。アメリカ参戦を画策したぜ。アメリカがなんでヨーロッパの戦争に加担するのよ。アメリカ人もアホらしくてやってられないでしょ。ところがだ、
なんとかアメリカさんに参戦してもらえませんやろか。ダメダメ、うちの若いもん無駄死にさせられんよ。そうでっか、ほならアメリカさんから借りた金返せまんな。うちが戦争に負けたらない袖は触れんということですわ。イギリスはアメリカウォール街から調達した莫大な資金をネタにアメリカ参戦を促したんだぜ。自分が借りた金で相手を脅すとはあくどいなんてもんじゃないな。結局アメリカ大統領、ウィルソンはウォール街の圧力に抗しきれず、表向きはドイツの潜水艦作戦を口実に同盟に対して宣戦布告するんだぜ。同盟にとってはアメリカはきついだろ。Gリーグの試合で後半30分ぐらいでフラフラのところにいきなりクリロナとかレパンドフスキーが出てくるみたいなもんじゃん。1918年、アメリカ軍と巨大な物量が加わり戦力バランスは大きく強小側に傾き、ドイツ軍の攻勢は弾き返され、じりじりと後退。まず、9月にブルガリアが脱落。もうダメポ。10月にはオスマン帝国が脱落、オーストリアもイタリアに倒される。ドイツも休戦に向けて動き出したんだが、思いもよらないことが発生したぜ。なんだなんだ、再戦泥棒か。ドイツのキール軍港で革命が起こり、ドイツ皇帝イルヘルム2世が追い出されてしまったぜ。泣きっ面に蜂とはよく言ったものねえ。こうしてドイツにはワイマール共和国が成立したわけだが、この時の革命指導者はクルト、アイスナー、ローザ、ルクセンブルク等のユダヤ系が多くいて、保守的なドイツ人はユダヤ人と共産主義者を裏切り者とみなすような風潮ができたんだぜ。ははぁ、それであれだけ凄惨なユダヤ人狩りと共産主義者弾圧が後のドイツで発生したのか。それだけではないと思うがな。とにかくパリで講和会議が開かれ、4年の長きにわたった戦争は終結したんだぜ。おいキャプション、イタリア代表をパスタ職人とかひどいじゃないか。1600万人の死者と、ドイツ、オーストリア、ハンガリー、オスマン、ロシアと4の巨大帝国が倒れ、戦争は終わるわけだが、買った英物も巨大なダメージから没落は免れず、中東とバルカン半島、そしてロシアに長く続く苦しみの種が残った。そして下手くそすぎる。戦後処理を英仏が行って恨みを抱えたドイツがさらに欧州を地獄へ突き落とすわけだな。うむ。英仏っていうかパツキンはどうしようもないな。あんたもパツキンだけど。うるせえパツキン言うな。次回はその下手くそすぎるベルサイユ講和条約と戦後の世界について解説するぜ。お楽しみに。猫ちゃんのボタンを押してチャンネル登録もよろしくね。